御用探し。間違えやすい日本語問題が全部で10問です。では始めましょう。第1問。どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくは見ていないでした。見ているの活用形なので文法的に不適です。第2問。どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくはお待ちどうさまです。漢字で書くとこうという漢字を使うためおの方が正しいです。第3問。どこが違いますか。正解はここでした。正しくは配慮するです。配慮自体が他を気にかけて注意を払うという意味なので重複表現になります。第4問。どこが違う？正解はここでした。正しくは離着陸です。離と発が同じ意味を表しており重複表現になります。第5問。どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくは空気ボンベです。ダイビングでは通常酸素ではなく空気を入れたボンベを使用します。第6問。どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくは降参が大きいです。降参は数値ではっきり示せないような場合に使われるため大きい小さいで表します。第7問。どこが違うでしょう。
正解はここでした。正しくは路名をつなぐです。路名は霧のように儚い命という意味で、細々と命をつなぐことを意味します。第8問、どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくは同じ釜の飯を食うです。食うを使った慣用句であるため、食べるに置き換えることはできません。第9問、どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくは顔色です。驚き恐れなどのために顔が青ざめることです。第10問、どこが違うでしょう。正解はここでした。正しくは近づくのようにひらがなで書きます。ゴミがつくのようにくっつく、付着するという意味が強い場合は漢字で書き、意味が薄い場合はひらがなで書きます。